どうもこんにちはアオペラで伊佐吉和を担当しております。竹内俊介です。よろしくお願いします。えー、ということでですね、えー、今回17人楽曲というものがつい、えー、に完成いたしまして、えーまあ、レコーディングの時なんかはね、すごくあのー、なんていうんでしょうね、あのー、キャッチーな曲というか、パトリップって結構こう、今までなんだろうな、まあちょっと、こうね、かっこよさ、 配分がすごい高いような曲が多かったんですがなんか今回はですねなんかちょっとこう突き抜けるような爽快感っていうんですかなんかそのいわゆるそのアオペラっていうタイトルになんかふさわしいようなえそういうなんか彼らのなんかその青年らしさみたいな、えー、ものもすごい詰まってるような気がしてあのー、非常にやっていて楽しい曲でしたねなんかあの曲自体も結構ビートとかも えー、ちょこ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 、えー、変わったりして、まあ、その都度どういうビートにしようかっていうのを考えるのが、まあ、大変でもあったんですが、まあ、そこら辺はあのー、ディレクターさんとかと。 相談しながら、えー、うまく進められたので、あのーまあ、大変ながらも、えー、非常に楽しいレコーディングでした、えーまあ、今回ですね17人楽曲ということでバットリップだけでは、えー、ございませんこう楽曲がこうつながっていくようなねなんかそういう感動感みたいなものを、えー、皆様にも味わっていただきました幸いですそれではお楽しみにお待ちくださいませでは次の方よろしくお願いします